本日はインスタ360 1X2 設定編パート3その1です。皆さんこんにちは。本日は前回のパート1、前々回のパート2に引き続き設定編のパート3となります。今回は設定編パート3その1として360度動画を見るためのフラット映像とリフレームした映像をご覧いただき、私なりの撮影時の最適な設定を探し、この動画をご覧いただいている皆さんにも皆様自身の最適な設定を探していただこうと思っております。ご存知の通り 1X2 は普通のビデオカメラなどのように撮影したものをそのままの状態ではパソコンのモニターやテレビ画面で見ることはできません。そこには 1X2 独自の書き出しという作業が必要になってきます。この一手間があることで撮影時の解像度設定だけでなく、書き出し時のエンコードや解像度、ビットレート、画角などいろいろな選択肢が出てきます。選択肢が多いことはある意味良いことなのですが、一方で選択肢が多いことが原因で、私のような初心者は一体どの設定を選択すれば良いのかという迷う原因にもなってしまいます。そこで今回は実際の映像をご覧いただきながら、今回のパート3その1では360度動画とリフレーム動画をできる限り最適な状態でパソコンモニター上で見たり、 YouTube などに投稿をしたりしようとするときには、どの設定で撮影をして、どの設定で書き出しをするのがベストなのかを検証していきたいと思います。次回パート3その2では、これはもしかしたら私だけかもしれませんが、個人的に気になっているリフレーム動画とステディカムモードで撮影した動画ではどちらが綺麗なのかを検証していきたいと思います。それではこれから映像をご覧いただくわけですが、各映像に書かれている表記の説明をしていきたいと思います。上段の一番左は動画の番号です。こちらは各映像の整理番号みたいなものですので、気にされなくても結構です。左から2番目は録画コーディックになります。この場合は H264 で録画をしています。3番目の H264 は書き出し時のコーディックです。この場合は H264 で書き出しをしています。そして上段の一番右は書き出し時のビットレートです。この場合は 200Mbps となります。ビットレートに関してはもう一つ大事な要素があります。ここが黄色で表記されている場合は、インスタ360スタジオでのデフォルトでのビットレートとなります。白文字の場合は、検証のために私が自身で設定をした最高ビットレートの200となります。次に下段に移りまして、左側の T2.23 は書き出し時間タイムの T です。この場合は2分23秒ということです。最後に下段右側 G1.57 は書き出しされた動画の容量です。この場合は 1.57GB となります。今回はこの検証のために360度動画とステディカムモードで撮影した撮影時間1分ちょっと、データ容量が730から 840MB 前後の元動画をコーディックや撮影方法を変え14個撮影し、それをさらにコーディックを変更したり、ビットレートを変更したりして51個の動画を作成しました。以前、
録画時の解像度設定の違いに関しての比較動画を投稿していますが、今回は解像度に関しては360度およびリフレーム動画はすべて 5.7K30fps、 ステディカムモードはすべて 2K50fps での撮影となっています。また書き出し解像度に関しては360度フラット映像は 5760×2880、 リフレーム動画に関しておいては2種類の解像度で書き出しを行っていますが、それぞれの動画に表記を入れてあります。今回作成した動画の中には1分の動画に対し設定により書き出し時間が1分以上、中には2分以上かかる動画もいくつかありました。これは撮影した動画の時間と同じ、もしくは倍以上の時間が書き出し作業にかかってしまう計算になります。例えば30分の動画を撮影した場合、書き出しに要する時間だけで30分以上、もしかしたら1時間以上かかってしまうという計算になってしまいます。これは映像のプロではない私を含めたほとんどの方々にとって現実的な数値ではないと思います。そのためそのような動画のいくつかは比較のため出てきますが、基本的には検証から除外しました。また今皆さんがご覧いただいている動画は動画編集ソフトのパワーディレクターで編集をしております。パワーディレクターは現状書き出しが 4K までしか対応しておらず、結果的に 5.7K で書き出した動画も編集して書き出しをして YouTube に投稿する時点で 4K にダウンコンバートされてしまっていると思います。大変申し訳ありませんが、以上のことをご留意の上比較動画をご覧ください。前置きが非常に長くなってしまいましたが、それでは検証を始めていきたいと思います。早速こちらの映像からご覧ください。それぞれの比較動画の中から私なりに一番を決めながら進めていきたいと思います。こちらはすべて録画コーデックは H264 で撮影をしています。書き出し解像度はすべて 5760×2880 となっています。これらすべての映像はリフレームしたものではなく360度のフラット映像となっております。この映像では違いというよりはほとんど解像感が変わっていないのをご覧いただきたいと思います。こちらはそれぞれの映像から同じ場所の画像を切り取りアップにしたものですが、どうでしょう。大きな違いはありますでしょうか。解像感に違いがほとんどないということは、選択肢としては書き出しスピードが速く、データ容量が小さいものということになると思います。ここでは書き出し時間が40秒で、動画容量が 1.06GB の3が一番になると思います。続きまして、次は録画コーデックが H265 の比較動画となります。こちらはすべて録画コーデックは H265 で撮影をしています。他はすべて検証1の時と同じ条件となっています。ここでもやはり解像感にあまり違いが感じられないと思います。
ちなみに拡大画像を見ていただいてもこのような感じとなります。なのでここでも一番は書き出し速度が一番速く動画容量が小さい ÷21 となると思います。ここで一つ今回の検証で発見がありました。設定編パート1で H264 と H265 の違いについて触れたと思いますが、簡単に言うと H265 は H264 に対してビットレートを半分にして高圧縮により容量が半分になっても H264 と同等の解像度が実現できるという技術でした。確かに半分とはいかないまでも H264 よりも低いビットレートで容量も小さくなっているにもかかわらず、ほとんど映像の劣化が見られませんでした。ただしこれはモニターにより大画面の 4K テレビなどを見た場合はもう少し違った結果になるかもしれません。この結果は検証前からある程度予想はしていたのですが、発見というのは書き出しスピードに関してです。普通は高圧縮になると圧縮時間に多少なりとも時間がかかるものだと思っていました。私が以前調べた記事にも H264 よりも H265 の方が圧縮に時間がかかるため書き出しなどの作業時間が長くなるというふうに書いてあったと記憶しています。もしかしたらその記事自体が間違っていたのか、私の記憶違いなのか分かりませんが、とにかく今回の検証結果では H264 で書き出すと2分以上書き出しにかかってしまうものが、 H265 で書き出しを行うと全て1分以下で書き出しができていました。実は後ほどご覧いただくリフレームした動画では H264、H265どちらの書き出しも40秒以下で1秒程度しか差が出ないのに対し、360度動画の書き出しには1分以上の大きな時間差となって現れました。これは360度動画だからこのような結果となるのか、はっきりとした原因は分かりませんが、今のところは書き出し時間には H265 を使用した方が画質を落とすことなく書き出し時間は確実に短く、データ容量も小さくできるということになると思います。続いては今行った2つの検証の動画の中でそれぞれの1番と書き出し速度が速かった2つの動画をそれぞれピックアップして比較したいと思います。ご覧いただいてどうでしょうか。ここでも画質の大きな違いはあまり感じられないと思います。よって先ほどの基準で選ぶと ÷21 の動画となると思います。これらの結果、私の動画内では360度動画の撮影時および書き出し設定として、撮影時の解像度 5.7K30fps
録画コーデック H265 書き出し解像度 5760×2880 ビットレートはデフォルトのビットレート、書き出しコーデックも H265 ということで半ば強引に決定させていただきます。続いては HDR 対決をしていきたいと思います。この HDR でも先ほどのコーデック同様発見がありました。一つ目は HDR に関しては録画コーデックの H264 も H265 も結果として書き出し速度も書き出された動画の容量も全くと言っていいほど同じ結果となりました。二つ目は HDR は理論上標準に比べてデータ容量が多くなると考えていたのですが、元データの容量は実際には標準と比べて小さなものとなっていました。ちなみに同じ1分6秒の動画が標準では 804.8MB の動画が形成され、 HDR では 725.2MB の動画となっていました。しかしそれぞれの動画の書き出しを行うと HDR の方が2秒ほど速度が速く、書き出された動画の容量はどちらも 1.55GB となっていました。 HDR の方が大きい容量の動画が生成され、容量が大きい分書き出し時間にも時間がかかり、できる動画自体も標準に比べて大きくなると思い込んでいた私にとっては意外な驚きでした。こちらの HDR 映像は録画コーデックは4つとも H264 となっています。書き出しは H264 と H265 があり、デフォルトのビットレートは H264 だと 169Mbps となり、 H265 だと少し低くなって 113Mbps となります。残り2つは比較のため最大ビットレートの 200Mbps に設定して書き出しをしています。やはりここでも書き出しコーデックを H265 にすると30秒ちょっとで書き出されますが、 H264 では2分前後書き出しに時間を要してしまいます。画質の解像感はどうでしょうか。こちらでも一番を決めたいと思います。書き出し速度の観点からH265 で書き出した ○10 と ○12 に絞られると思います。私としては2つの動画の画質の違いは感じられません。なので HDR 対決は書き出し速度が速く動画容量が小さい ○10 をこの検証の1番とさせていただきます。続いてはカラー設定に関しての比較検証を行っていきたいと思います。ここでは標準、 HDR、ログ、鮮やかとカラー設定の違う4つの動画となりますが、前回のパート2でも触れましたが、基本的にログ撮影に関してはカラーグレーディング、色調整が原則となっておりますので、比較というよりもこの動画の中では参考動画と考えてご覧ください。ちなみにこちらの動画はすべて録画コーデックは H264 となっています。ご覧いただいてどうでしょうか。皆さんはどの動画が一番綺麗だと思いますか。こちらは正直画質の優劣というよりは色味の好みの問題になってくると思います。以上、ここまでご覧いただいたすべての動画は YouTube などに360度動画を投稿することを想定したものとなっています。カラー設定を変更したとしても
書き出し時間や動画容量に大きな違いはないので、カラーの設定に関してはやはり好みの問題となってくると思います。最後に少しビットレートの話をしたいと思います。ビットレートをデフォルトから最大の 200Mbps に上げた場合、30分の動画を撮影した場合、書き出し時間では1分ほど、動画容量では 1.5 倍前後の差となって現れます。例えば30分の動画を H265 5760×2880 の解像度で書き出そうとした場合、デフォルトビットレートの 135Mbps での書き出し時間は約20分となります。そして書き出された動画容量は 31.8GB となります。対して 200Mbps に上げると書き出し時間に関しては21分と1分ほどの差しかありませんが、動画容量に関しては 47.1GB となり、容量の差は約 15GB の大きな差となって現れます。あくまでも計算上ではありますが、十分参考にしていただける数値ではないかと思います。同程度の画質で容量にこれだけの差があるのは、動画投稿を行う場合やパソコンなどのストレージに保存をしておく場合でもあまり良いことではありません。話はそれますが、これは何度かお話をしていますが、360度動画の場合、その機器の最高解像度で撮影をし、最高解像度で書き出しを行わないと動画としては良い解像感が得られません。平面の動画の場合、 YouTube を例に挙げると、最近は 4K で投稿されている方も多くいらっしゃいますが、フルハイビジョンでも十分に綺麗な動画となっていると思います。ただし360度動画はそうはいきません。 4K で投稿してもまだなんかざらつき感が残っている感じがします。 8K の360度動画を見た後であればなおさらそういう感じがします。先ほども強引に決定はしましたが、 1X2 を使って360度動画を投稿および保存する場合は、解像度は 5.7K、 ビットレートはデフォルトを私のチャンネルでは推奨したいと思います。最後にリフレーム動画に関して検証を2つ行っていきたいと思います。リフレームに関しては、要するに360度動画から切り出された映像がどれくらいの解像度で切り取られているのか分かりませんでした。そのため今までは 4K とかで書き出せば綺麗に残るだろうと思い、あまり考えずに書き出しを行っていました。しかし考えてみたら、例えばフルハイビジョンの映像を 4K で書き出してもデータ容量が大きくなるだけで画質的には綺麗にはなりません。ということは、私はパソコンのストレージや動画投稿時のネット回線の無駄遣いをしていたということになります。なのでここでも私自身の検証も兼ねて、リフレーム動画の比較検証を行っていきたいと思います。こちらは上段は 1920×1080、 下段が 3840×2160 のそれぞれ解像度で書き出した映像となります。ご覧いただいてどうでしょうか。私自身はこの状態で映像を見ても解像度は2倍の違いがあるのですが、全く分かりません。ただ拡大をすると、不思議なことに微妙に
1920×1080 の方が映像の破綻が少ないような気がします。しかし映像の一部を切り取った画像の違いを見てみると違いはないように見えます。こちらの項目では書き出し時間は4つともほとんど変わりませんが、容量の大きさに倍以上の差が出ています。この状態でははっきりしないので、もう一つ違うシーンでの比較を見ていきましょう。こちらは先ほどと違い、歩いて撮影しております。映像は 5.7K、4K、フルハイビジョン、さらに超広角にした 4K となっていますが、こちらの場合はどうでしょうか。こちらのズーム映像を見ても、遠くに見えるビルの形などはほとんど変わりなく見えていると思います。画像の場合も同様ではないでしょうか。今ご覧いただいた映像の結果から、私のチャンネルではリフレーム動画は書き出し解像度 1920×1080 ビットレートはデフォルトで十分と、こちらも半ば強引に決定をさせていただきます。ただし一つ気になることは、先ほどから何度かお話しさせていただいたモニターに関することです。私の現在使っているモニターは24インチのフルハイビジョンまでしか対応していないモニターです。ご覧いただいている方々の中には 4K 対応の27インチ以上のモニターを使っている方もいらっしゃると思います。そのようなモニターでご覧いただいた時も同じような見え方をするのか、それとも全く違った見え方がしてしまうのかということです。もしよろしければそのあたりを教えていただけましたら非常にありがたいです。また違う場合は今後の動画の中でご報告もしていきたいと思っております。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回は360度動画とリフレーム動画のできるだけ書き出し時間をかけずに、できるだけ小さな動画容量で、そしてできるだけ綺麗な画質で投稿したり保存したりするための設定について検証してみました。この動画が皆様のお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。次回設定編パート3その2では、リフレーム動画とステディカムモードで撮影した動画の比較検証を行っていきますので、そちらの方もよろしければご覧ください。それでは失礼いたします。